皆さんどうも、カメゴンです。今回は、ちょっと CD アルバムの、殺しの調べのことについてちょっとお話しできればなと思います。よろしくお願いします。殺しの調べなんですけど、皆さん聞かれてるでしょうか、最近、殺しの調べって。結構私も、この殺しの調べに関する情報とかで、結構たまに耳にするのは、その殺しの調べ2のような作品が出ないかなとか、過去の曲をちょっと、こうアレンジしたりとか、まあ、例えばマシーンのリモデルとか、まあ、アイコノクラズムだけでも、この殺しの調べに入ってる以外にも、新しいバージョンであったりとか、ゴゴビチトレイン、こちら入ってるようなバージョンとか、そういった、こう、殺しの調べ的なアルバムが出ないかなとは、私個人もすごい思ってるんですが、高校2年が高校3年に入る以来の時期にこう発売されて、こう狂った太陽を購入した時、まあ、高校1年から高校2年になる確か2月ぐらいに、まあ、地元の高校の、結構自転車で行けるようなところの、CD ショップで、購入してっていう流れなんですけど、で、このアルバムも、同じ、まあ、高校からすぐ帰り道とか行けるような距離の CD ショップで、購入したんですが、で、狂った太陽を購入した時も、そうだったんですけど、その購入するその日に、爆竹が店の中で流れてるんですよね。例えば狂った太陽でしたらもう、そのアルバムがもう丸ごと店の中に流れてて。で、まあ、皆さん、どう思われるかわからないですけど、なんか事前にこの CD を買う前に、いろいろ聞きたくないって言われる方もおられるかもしれないんですけど、当時私、狂った太陽であったり、この殺しの調べを、まあ、同じお店で、発売日買った時に、殺しの調べも、やっぱり流れてたんですよね、このアルバムがもう1曲目からもうずっとですね。それで、アイコノクラズムがですね、もう流れてるんですよね、この購入する前に。何これ？って。めちゃくちゃかっこいいです。それで、まあ、ちょっと、当時は、そういうのが別に CD 購入する前に、ちょっと音楽聴いても、そんなには、こう、楽しみがなくなったとか、まあそういうふうには思わなかったんですけど、今はちょっとまあ、そういうのはむしろ逆で、CD 買うまではあんまり聴きたくない、感じなんですけど、ただ当時はですね、事前になんか聴くことで、曲を、さあ、こんなにいい曲なんだとか思って、買いましたね、このアルバム。で、当時、家で早速、この CD を、CD プレイヤー入れて、再生したら、もう1曲目がやっぱり当たり前ですけど、アイコノクラズム。もうむちゃくちゃ、もうかっこよくて、ジャーシーのイントロからして、むちゃくちゃかっこよくて、すごいデジタルになって、で、これはもうちょっとまるで別の、これはベストアルバムとかそういった、類のものじゃないな。もう出だしからちょっとそう感じてたんですけど、それで、私ただちょっと感じたのが、まあ、ベストアルバムではないんですけど、まあ、狂った太陽が発売された後に、もう狂った太陽の中に入っている曲を、アレンジして、ベスト版にする。そのまあ、全く同じじゃないにしても、アレンジするにしても、もうベストアルバムに入れるの？ちょっと当時思ってて、ちょっとまだ早いんじゃないかなって、私高校生ながらに、すごい、そういうのを感じたりはしてたんですけど、まあ、もともとは狂った太陽の曲は、メンバーはちょっと入れたくないっていうので、アルバムの題名も、
まあもちろん今年の調べの This is not the greatest hit というこの not がついてるのがメンバーのそういったあのこの発売アップルと太陽の曲を入れるにあたってのメンバーのちょっとしたこう、まあ、あの思いというかそういうのがあって not っていうのが入ってるの、あそうだったんだなとかあのそういうのをちょっとあの改めてそういう情報を聞いたりして、ああ、なるほどってちょっと思ったりしました。で、やっぱりこの曲に入ってる曲で、皆さん、例えば、Do I Love You とか、タブーの、なんていうんですかね、ちょっとこう、ムーディーなというか、ちょっと、ロマンティック、ちょっとエロティックというか、そういうの爆竹すごいやっぱり、爆竹じゃないと、なかなかこういう表現ってちょっとしっとりくるというかそういったまあ、ビクティムズ・オブ・ラブとかすごいマッチしてるなってこのアレンジされたのを聞いた時には思います。あとオリエンタル・ラブ・ストーリーもすごいいいですし、それでやっぱりちょっとまあもう一個ドキも抜かれたのがやっぱりマッドですかね。これも普通に歌詞カードとか書いてる意味があるのかなとか、なんかもうね、今井さんもライブでは再現不可能な、そういったところまではもう考えずに作られたいことで、これベストアルバムとかいうもの、範疇超えてるなっていう、やっぱり改めて、マッドとかキリとか思いました。あと皆さんおなじみのインヘブンからムーンライトのつなぎとか、やっぱり私も、当時いいなと思って聞いてたんですけど、ただですね、このアルバム私結構手に取るのすごい久しぶりで、でアルバムも私も結構全部をこう順番に聞いたりとかあんまりしてるわけじゃなくて、聞くアルバムとあんまり聞いてないアルバム結構分かれてて、殺しの下であとこの狂った太陽までに発売されてるアルバムで唯一ロマネスクからの選曲は私ないことで、結構その辺もミスティーゾーンとか今こう新たにそういった殺しの調べ2とかもし出るんだったら結構候補に上がるんじゃないかなとか思ったりもしていますが、発売してもらえたらね、結構嬉しいですけど、まあそんなこんなで、ちょっと今日、たまたま、殺しの調べをちょっと手に取って、ちょっとだらだらとちょっとお話の方をさせてもらいました。ちょっとこれから、久しぶりに聞いてみようかなってことになります。まあ皆さんそんなこんなで、もしよろしければ、ぜひ、チャンネルの方、ご登録の方と、あと、いいねの方を押してもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。